第2試合スタート。一攫千金ぬいぬいトレジャーハンター2回戦が始まりました。宝箱に入っている賞金10万円を目指していきます。全長が13メートル、高さが4メートルある大階段。ぬるぬるの中を階段を両手両足を使って登っていきます。まずリードしているのは小峠、一番人気です。小峠がリードしていく。そして斉藤も現在2位、第3位に小宮、そして狩野英孝も順調なスタート。ただ田中がやおっと狩野英孝をしていきました。斉藤もしていた、小峠も落ちました。自動的に小宮がなぜか1位になった。小宮が自動的に非常にスローに手足を動かしていく小宮です。小宮が慎重に動かしていきますが、後ろから田中が上がってきたぞ。小宮が1位、2位が田中、3位に小峠と斉藤がついています。斉藤もしていった。さあ3人が並んで、小宮がなぜか下がっている。地味に後退している。よくリーガーわからないが、ガタガタ落ちていった。先頭が小峠に変わりました。先頭小峠、2位田中、3位が狩野英孝になっています。狩野英孝足をまたつかせていなくなっていきました。小峠人気に応えるか。順調に中央突破。ただ鈴木奈々はこの辺りから7回ほど落下していった。しかし小峠は順調にいくぞ。順調にいった、ぬるぬるになれたか。小峠ここで落ちていった。カノと一緒に落ちていきました。最後はなかなか階段を登れていない。現在2分経過いたしました。小宮がやはりスローに手足を動かして現在1位、斉藤がそれを追っています。さらに追うのが田中です。斉藤と小宮、しかしながら田中が落ちていった。最後はなかなか階段を登れない。そしてカノエコ来ているぞ。小峠も速い、サイドから攻めている。3人がほとんど並んでいる。しかし一歩抜け出すのは誰か。この2006年春から始まったヌルヌルの歴史、ヌルヌル伝説の始まり、3年ぶりに感謝祭に復活したこのヌルヌルで、果たして誰が今日伝説を作ることになるのか。小峠がまた中央突破、現在トップに立っている。右足がちょっと危ないか。一歩ずつ、一歩ずつ行く。カノエコ落ちてった。小宮がなぜか這いつくばって動けなくなっている。小峠は順調だ。小峠が一歩ずつ確認をする。ローションを確認、確認作業、全員いった。さようなら、全員さようなら。そしてこの隙を見てカノエコが順調にリードを広げていきます。トップに立ったカノエコ、3分が経過しました。いつまで戦いは続いていくのか。本格的に生放送の終了の時間が近づいてくる。11時36分です。あと放送は、はい、まだ10分ほどあります。皆さん頑張ってください。10万円が近づいている。さあ、またいだ。技がありました。また抜きした後、一旦上級手を入れた。小宮が落ちていった。そして斉藤も落ちていった。現在トップを走るのは大悟、そして小峠が追いかける。田中が現在仰向けになって体勢を入れ替えている。田野栄光も下から追いかけていく。さあ、大悟と小峠が並んだぞ。小峠が抜くか、抜いたか、一歩抜くか。大悟と小峠、先頭争い、2人で一瞬何か戻ってるような感覚。ゆっくりと、ゆっくりと2人で行っている。並んでいる、一緒に上がっている。一緒に上がって何が待っている。肩を組む、いや、ここでトップで争う、頂上で争う。小峠と大悟
隙を見て狩野英孝が一人で登っていく。なぜか狩野英孝が全員のスタートをトップに出す。その後ろ小峠が行く。狩野英孝中央まで来ました。すでに戦いは5分を経過しております。狩野英孝と一番下までオスターズの小峠、また2位まで上がってきた。小峠と狩野英孝、この2人の激しい戦い。さあ中央突破している狩野英孝か小峠か、スピードが上がってきた。先ほどは頂上で大悟と小峠の戦いがあった。小峠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 、最後の最後全員落下、全員落下。これが生放送です。4分が経過しております。小峠がやはり速い。小峠ローション慣れしてきている、ぬるぬる慣れしている。上がるのが非常に速い。狩野英孝を通していった。ここで大悟がトップに立った。なかなか上がれていなかった。内藤も上がってきた。さあ上がってきた。もうまた大悟は休憩を挟んでいる。休憩を出て斉藤も押していった。中央突破の小峠を追いかける。小峠バーンと膝から落ちていった。体力も消耗してくる。間もなく7分に差し掛かるこの激しいぐるぐるの戦い。現在トップは黄色の大悟36歳。高校時代まで野球をやっていた。この足腰で強靭に登っていく男性陣の芸人、芸能人の皆さん、本当に時間がまずくなってきたそうです。本当に時間、放送時間がまずくなってきたそうです。頑張ってください。大悟か狩野か、大悟か狩野か、さあさあこの戦いはトップだ。頂上だ。大悟は一緒に落ちていった。田中がトップ。田中が鍵のように両手両足を使って、田中の長い手足、まさにこれが神のものまねを今までずっとやってきた。今日の日のために、ぬるぬるのために、田中は神のものまねをやってきたと、そう感じさせる。神田中、神田中行け。神田中がゆっくりと手足を伸ばし、頂上にたどりついてはない。たどり戦いは8分を経過しております。残り6分取って、放送時間がまずいです。皆さん本当に放送時間が待っていて、頑張ってください。頑張ってくださいとしか言えませんが、本当に頑張ってください。緑の狩野英孝がリードを奪う。狩野英孝がリードを奪っていく。狩野英孝、さあまさにこのトレジャーハンターで狩野英孝が栄光を掴もうとしている。10万円を掴もうとしている緑の狩野英孝。狩野英孝10万円。この番組はサントリーからご覧のスポンサーの提供でお送りしました。